ハデスの猛攻により追い詰められた英雄たち。だがそんな時、ヨーセンが真の力を発揮する。彼とゼウスがハデスを食い止め、連合軍は危機を脱した。拠点に戻った英雄たちは、ハデスに対抗するにはイグドラシルを弱らせるほかないとの結論に至る。だがそんな手を知っているのは死せるオーディンのみであった。時間を遡ればオーディンを救えるかもしれない。ガイアの援護のもと、時を渡る神谷の術を成功させようと、連合軍は彼女らを核に据えた作戦を立てるのだった。ガイア様の力をお借りすれば、時を渡ることができるかもしれません。ですが、必ず成功するとは言い切れないのです。成功の可能性を少しでも高めるためには、結界を用い時空の歪みを軽減させた空間を作り出す必要がございます。なるほど。だが今や異界の歪みは相当なものだ。これに抗うとなると、かなり強力な結界が必要となろうな。ならば我ら旋回の者が総力を挙げてその任に当たるのが適当だろう。かぐやだけに重責を担わせるわけにもいくまい。だがこの試みがハデスに感知されれば、必ずや全面的な妨害を仕掛けてくるはずだ。そうなると結界を維持するのは難しくなる。つまり事実上挑めるのは今回一度きりというわけか。はい、そういうことになってしまいます。かぐやよ、案ずるな。全知全能たる私がいる限り失敗はありえぬ。貴公らは安心して己の力を用いるがいい。時を渡るため準備を始めます。皆様どうかお力添えを。今のままじゃ時空の歪みが強すぎるわ。病床を抑えて歪みを抑える結界を作らないと。ならば全知全能の私に任せてもらおう。妖戦ばかりに出しゃばられては尺なのでな。騒がしいと思えば敵襲か。急ぎハデス様にも報告しろ。おや、もう感づかれてしまいました。見事じゃ。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。さっさと敵を蹴散らして場所を確保するぞ。結界を完成させてしまえばそれまでだ。あら、楽しそうなことやってるじゃない。私たちも手伝ってあげて。ダッキーよ、お前に協力を求めた覚えなどない。言っておくが、これは遊びではないのだぞ。まあ協力するというなら断る理由もない。北はダッキラに任せ、私たちは南に進むとしよう。ちょっと今いいところなんだから邪魔しないでくれる。そうだ、もっと蹴散らせ。
戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。見事なものだな、その力存分に振るうがいい。時を渡るか。またあの力を味わう日が来るとはね。まだ味わえるとは決まっていない。ことの成否は我らの働きにかかっているのだから。ですよね。それじゃせいぜい頑張っておくとしますか。南はなんとかなったな。次は北だよな。してくれていいんだぜ。予定していた要所は全て押さえ。さて結界の方はどうなっている。予想より時空の歪みが強いみたいね。もっとしっかりした結界が必要だわ。結界の効力を高めるためには要所を抑えていただく必要があります。要所をあと一つ。どこを抑えたらいいかしら。それじゃあ一番北の要所を奪いましょう。敵の本体も追い払えるし一石二鳥だわ。では私が指揮を。最北の地を制して結界を完成させる。下からはなかなか。あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。来た武勇見せてやる。今日はもう勘弁してやる。おお、すごいぞ。任せるがよい。修練を積めば良き武者となろう。すごい三日月よ。これぞ勝手な真似はさせん。わしと共に来ないか。続けてみよう。あなたこそ唯一無二の存在、我らの宝玉というべきだな。大したもんだな。格の違いってやつかい。俺が負けるなんて。これで十分な結界が張れるはずだ。かぐや、頼んだよ。かしこまりました。ではこれより結界を。お前たちが動いたと聞いて来てみれば面白そうな遊びを始めたみたいじゃないか。結界がどうのと聞こえたが、そんなものを作って何をするつもりなんだ。ほう、もう現れたのか、冥府の王子。ゆっくり構えていてくれてもよかったのだが。俺の力、みんな何としてもハデスを抑えてちょうだい。結界が完成するまでの辛抱よ。さあ来いよ。
冥府の王があんたの魂をもてあそんでやる。すべてを貫け。今こそ攻め立ててやろう。ずいぶん必死にあがくんだな。何が狙いなのか俺にも教えてくれよ。いや、実は俺たちって教えられるわけないだろ。俺の力思い知る。これで十分な結界が張れるはずだ。かぐや、頼んだよ。かしこまりました。ではこれより結界を。お前たちが動いたと聞いて来てみよう。面白そうな遊びを始めたみたいじゃないか。結界がどうのと聞こえたが、そんなものを使って何をするつもりなんだ。滅びを与えよう。俺の力ほんもう現れたな。ねえ、ゆっくり構えていてくれてもよかったのだが。みんな、何としてもハデスを抑えてちょうだい。結界が完成するまでの辛抱よ。見事じゃ。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。さあ来いよ。冥府の王があんたの魂をもてあそんでやる。今こそ攻め立ててやろう。ずいぶん必死にあがくんだな。何が狙いなのか俺にも教えてくれよ。いや、実は俺たちって教えられるわけないだろ。力添えありがとうございました。これより結界を展開します。時空の歪みが消え去った。これは強力な結界だ。すごいわね、カムヤ。さあ、私と一緒にあともう一頑張りよ。はい、時を渡る力今こそ使いましょう。の力で時空の歪みが消えていくわ。今ならばきっと。さあ、かぐや、目指す場所へは私が導いてあげる。あなたの力を使ってちょうだい。ガイア様の温かき力に包まれるのを感じます。あなた様の導きあれば必ずや。課せられたお役目、今こそ果たしましょう。全ては私の思い通り。順調のようだ。わしがいるのだから当然か。
今のが時を渡る感覚ってやつか。この何とも言えない感じ、懐かしいな。ここはユグドラシルの内部か。ひとまず想定通りの場所には渡れたようだが、問題はオーディンがハデスに撃たれる前に戻れたかどうかだよな。はい、時を渡る儀、滞りなく済みましたが、どの時点に戻れたのかということまでは私にも確信が持てないのです。少なくとも近くにハデスの気配は感じないわ。どこかに冥府の軍勢が隠れているということもないみたい。あとはオーディンさえ生きていてくれればいいのだが。奴はこの先の泉でハデスに撃たれたはず。そこへ行けば俺たちがいつの時点に戻ってきたかはっきりするんじゃないか。そうね。それじゃミーミルの泉へ急ぎましょう。私によれば、オロチ様を復活させるためにこの世界に散らばった腕輪が必要らしいのよね。あんな鼻持ちならない奴の言うこと聞くのは尺だけど、オロチ様のためだもの、一肌脱いじゃおっかな。聞いたぞダッキー、その役目我が輩に任せや。あら、清盛さんもやる気なの？私だけでやろうと思ってたんだけど。少子、オロチ様の復活望むは刑のみにあらず、必ずや我が手で腕輪を集めてみせやぞ。少将との鍛錬、まさに得難い機会であった。特に睡蓮などはそう。戦界に住まう美女ダッキ、英雄たちが織田軍と抗争を繰り広げている頃、彼女もまた平の清盛らと共に異界へと迷い込んでいた。これを好機とダッキは異界の地でオロチの復活を目論む。そこにある耳寄りな情報がもたらされる。情報の主はアースガルズの神オーディンであった。オーディンの指示を受けたダッキは神の力が宿る腕輪の捜索を開始する。じゃあ早速腕輪の情報を集めましょう。まずは清盛さん、あなたの知ってる情報は？我が輩は何も知らぬ。はあ？何にも知らないの？なのに偉そうなこと言ってついてきたわけ？信じらんない。そこまで言うのであれば、Kは腕輪のありかの一つや二つ知っておるのだろうな。知らないから聞いてるんじゃない。はあ、地道にいろんな人に聞くしかないか。清盛さん、ぼさっとしないで手伝ってよね。意気込んで出てきたはいいものの、腕輪の情報全然集まらないわね。
そうジレンガ・ダッキーよ、ひとまずこの地で情報を集めようと。あら、あそこにいるのは。受けてみよう。こんなところで会えるなんてね。よし、遊んでもらいましょう。紹介さん、久しぶり。ねえ、私と遊んでくれない？見るからに怪しげなやつだが、ちょうどこの世界について知っていることを教えて。何なんだお前は。これ以上付き合っていられるか。あらら、紹介さん行っちゃった。まあ、またどこかで会えるでしょ。あれ捨てのげたわ。だが我が輩をもっと楽しませられや。油断したな。まあよい。この地の状況はわずかなりとつかめとな。ああ、ガンデンさんも行っちゃった。つまんない。腕輪を吠え、そこはコント。面白い世界。あら、フーマさんじゃない。あの人一体何しにここへ。おいで、まだ遊んでやる。消し込んでけ。分身くらい俺だってできるってのなら。やった、我が前にひれ伏した。敵の姫、もっともっと聞かせて。これぞ神の力。まったく。決戦。あやつめ、何を企んでいる。神が生み出した世界か。俺の力。なんとも名誉。だが、オロチ様の復活にはあつらえ向きかもしれん。ああ、もう結局腕輪の情報なんてないじゃない。やってらんない。って、あれ。なんだこの屈強な生き物は。あれは源氏の小僧、ダッキー狼楽星。暴落って。まあ、ここは恩を売っておきましょう。義経さん義理がたいし、後で役に立ってくれるかも。思い知る。さあ、かき乱してやろう。にしても、ほんと変な世界だよな。まあ、俺は俺で好きにやらせてもらうぜ。義経さん大丈夫？今助けてあげるわ。それはありがたいが、目のやり場に困る。すまんが、離れて戦ってくれ。あっぱれしてのけたわ。けだら我が輩をもっと楽しませられや。やだ、義経さん怪我してるじゃない。一旦引いた方がいいわ。お話はその後でね。すまない、この恩義が必ずや報いる。うん、思わぬ広いものよ。これでオロチ様復活の道も誤ろうというもの。任せるがよい。古文は増えたけど情報は増えないままね。任せるがよい。あれは政宗さんご一行じゃない。滅びを与えよう。遊び相手があんなにたくさん。楽しくなってきたわ。行くぞ。滅びを。攻めんぜ。いい切りっぷりだ。僕も切りたい。
連合さんたちが暴れてるわね。私も混ぜてもらおうっと。これは無双だ。誰にも負けねえ。かわいそうだ。僕がきれいに切ってあげるよ。残念だ。今日はここまでかな。引くしかねえのか。あらら、剣豪さんたちいなくなっちゃったの。まあいっか、いても怖いだけだし。いい調子じゃないの。さすが俺の仲間だぜ。へえ、正宗さんたちなかなかやるじゃない。いいわ、こっちも本気出してあげちゃう。任せるがよい。ご無礼ながらボコボコにして止めさせていただきます。すごい三日月よ、これぞ神の力。大切な方は死ねません。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。任務だ。防衛体制に入る。成果は上がらんだ。撤収する。滅びを与えよう。わしは竜、天下無双の登り竜よ。正宗さんなら何か知ってるかと思ったけど、そんなこともなさそうね。がっかりだわ。邪魔だ。任せるがよい。受けてみよう。滅びの王座を片付けるぞ。こんなところではつぎる。ところでは死ねぬわ。ああ、結局情報は手に入らなかったわね。でもまあ、手駒も増えたし、よしとしましょう。良好良好。この地はこれでしまいだ。次の地に向かおうぞ。ダッキーよ、こたびの成果は源氏の小僧らのみであったな。まあね、でもいいわ、楽しかったから。翔海さん、官兵衛さん、正宗さん、お久しぶりな人たちにたくさん遊んでもらえたし、今回はこれでよしとしましょう。清盛さんも素敵な活躍だったわよ。とっても頼もしかった。この調子で
腕輪集めを頑張っていきましょう。なんて思ってるわけないじゃない。あんたはただの駒よ駒。こんなやつオロチ様が復活したら。よかろう。オロチ様復活は我らの悲願。ケイと協力すれば望みも早く叶うというもの。目につねめ、我が輩をこき使い、いいとこ取りをするつもりか。オロチ様が復活した後は必ずや。やあ、あ、我ら二人、オロチ様が復活した後も阿吽の呼吸で歩もうぞ。そうしましょう。